こんにちは。1曲目から盛り上がる曲なんで手拍子してください。あ、大丈夫です。お願いします。ツイキャスとかで活動してます。最近は、ライブたまにやってます。今年になってからかな、3月と先月と今月ですね、はい、お昼のライブですね、全部やってます。なんか初めてここの音倉さんでやらせてもらってるんですけど、まあ、結構前からお誘いいただいてて、でもあんまりこうライブやるのにこう、まあ、カバーをいつもツイキャスとかではやってるので、やっぱオリジナルないとな、ライブやるのはどうなんだろうなっていうのもあって、それでオリジナル、初めて作ったオリジナルが去年の10月にできたのかな。でライブができるぐらいのオリジナルの曲数作れるまでは、まあ、ライブしないっていうか、お断りしようかなって思ってたんですけど、まあね、今からオリジナル2曲続けてやるんですけど、まだ自分でもこう拙いなって思いながら、まあ、歌って作っているんですけど、よかったらオリジナルも好きになってもらえたらいいなと思います。はい、いつまでだってもあの子に執着してる君に嫌気がさすの。
しでそんな目で見て、私こんなに君に執着してる、あどうしてどうしてねえ教えて、少しずつ似てく似てく似てる、ああ気づいたらなってるなってるなってる、この世界が終わる時に君はいないいないいない、ああこの thank you。
るそんな毎日。優しかったし幸せだったし、でもいつも寂しかったの。たくさん泣いた一人の夜と、大好きだったあなたにバイバイ。1曲目はよくわかんないです。なんか適当に作った曲です。あんまりこうなんかその時のなんか感情、自分の感情となんかリンクさせて歌詞を書くことがあんまりないんで、まあ、2曲目もなんかすごいひどい彼氏の曲なんですけど、ここまでひどい彼氏がいたことはないです正直。まあなんかそのぐらいひどくしたら逆に歌いやすいかなと思って最低な感じにしました。なんだろう、結構ツイッターとかにオリジナルあげてそのカバーしてくれたりする人もいて、まあ嬉しいんですけど、なんかそのなんか自分が作って歌ってるとやっぱりなんだろうな、なんか物足りないなって、まあ、できても物足りないなってやっぱ思ってたんですけど、でもなんか誰かに歌ってもらうと、あ、いい曲かもとか思っちゃってなんか自分で作った曲なのになんか人に歌われるとすごいなんか本当にオリジナルって感じがなんかしてくる、してきて、そう弾き語りを聴き始めた頃はなんかオリジナルとか作ってる人たちがあすごいなって思って見てたから、自分が作るなんて全然考えてなかったけど、なんかこうやって一曲一曲なんか作っててみんなに知ってもらえたら嬉しいなと思います。次はカバーやります。で私あの今メガネしてるんですけど、これ伊達なのであの本当のメガネに変えます。あの全然見えないんですこれだと。今さっきかけてた伊達はレンズも外してるんで本当にただのフレームだけです。はい、
次はちょっとしっとりした曲やります。よくキャスでも歌う曲です。吸ってしまった。
ここ本当暑いんですよね。さっきみんな暑い暑いって言ってたんですけど、あ、こんなに暑いと思わなかった。今日なんか雨降るみたいですよね。もう降ってるんですかね。皆さんが来た時言ってましたか。微妙。私身長が低いんですよ。ここにいるから分かるか分かんないですけど、身長が低くて、ギター背負ってるとベースとか聞かれるんですね、よく。で、傘さすとすごいこんな感じなんですよ。こんな感じしないとギターが入らないんで、いつも雨の日は大変なんですけど、次の曲で最後です。え、静か、めっちゃ。次の曲で最後なんですけど、え、めっちゃイエイって盛り上がったじゃん今早く終われみたいな感じ。ごめんなさい謝られた。そう、いつもね、って言ってもらいたくてこれ言うんですけど、最後はオリジナルです。で、この曲は、なんだろう、さっきオリジナル作るときあんまり自分の感情を重ね合わせないみたいなこと言いましたけど、次の曲だけなんか自分の気持ちがこう高まったときに書きました、歌詞を。で、なんかなんだろう、今日も、まあ、毎日そうなんですけど、どこかに行って誰かと会って、まあ、その日バイバイってすると思うんですけど、なんかその時って毎回こう寂しいなって思って、一回よくツイキャスとかの友達だと遠くに住んでる人とかもいて、なんかこっち来て遊んで、まあ夜夜行バスとか乗って帰ってくみたいな、で、まあ、見送るのがすごい悲しいんですよ。で、結構寂しくて泣いちゃったりとか、私結構涙もろいんでするんですけど、なんかでもきっとそれって別に、まあ、今日はさよならだけど、まあなんだろうな、会おうってお互いに会いたいなって思ってて、会おうって思えばどんなに距離遠くてもまた会えるよねっていう、そういうふうに考えて書いた曲です。で、今日ライブに来てくれた皆さんにも、まあ、歌詞とか聞いてほしいと思います。まあ、なんかこういうメンバーで集まることはきっとないと思うけど、まあ、どこかでね、またなんかライブ見に行きたいなとか、遊びに行こっかとか、なんかそういうのでまたお会いできればいいなと思います。はいはい、じゃあ次最後の曲です。よかったらなんか手拍子とかしてください。はい。裏返しの靴下のみ
でした。いや、やる曲、あ、じゃあちょっとガチメガネに変えますね。じゃあやりましょう。いやもうありがとうございます、本当に嬉しいです。いやうるさいから、聞こえてるからね。井上緑さん知ってますか？井上緑さんの売れないミュージシャンの歌やります。じゃあちょっと練習しますね。私がね、ごめんねって言うんで、いいよって言ってください。全部許してください。じゃあちょっと練習します。サビで、こんな歌歌っててごめんね、いいよって感じでお願いします。いいよってください。じゃあ練習します。で、ごめんねが2回あるんで、サビで、はい、いいよって2回言ってあげてください。こんな歌歌っててごめんね、その暇があれば会いに行けたのに、ライブばっかりでごめんね、そのお金で会いに行けたのに、嫌になっちゃうよねみたいな感じでお願いします。ごめんねの後にいいよって言ってください。こっちからしか聞こえないんでお願いします。君に会いに行く時間もお金もない、みんなが言うほど作れるもんでもない、もしも僕がみんなから必要とされてたなら、一番必要としてくれてる君に会いに行けるのに、会いたい会いたい君に会いたい、会いたい会いたい会いに行きたい、こんな歌歌っててごめんね、その暇があれば会いに行けたのに、もしも僕が売れていたら、君も自信持って言えるのにね、彼氏はミュージシャンなんだよってまだ笑われる僕だけど、すぐすぐすぐ絶対愛、お金にならない歌でごめんね、その暇があれば行けたのに、赤字ライブばっかでごめんね、そのお金で会いに行けたのに、
ありがとうございました。はい、どのめしさん、ありがとうございました。はい、まずね、もう聞かなきゃなんないですよ。なんですか、ののめしって。まあののだったんですよ。もともとののだったんですよ。ののっていうのが本名、ののはっていうの本名なんですよ。珍しいんですけどね、ののは。で、まあののだけでやってたんですけど、知ってるかなみんな、ツイッターに赤飯ってやつがいまして、ムシムシって言っててで、それでじゃあ飯つけようかっつって、仲いいからつけたんですけど、なんか外すタイミングがなくなっちゃったんですよね。はい、ののめしで一つになっちゃって、なんかそれ対抗して飯をつけてみたら、そうそうです、なんかっちゃったと。そうなんですよ。なるほど、ね、たまになんか付き合ってるんですかとか聞かれて、うんうん、すごい迷惑なんですけど、もう外すタイミングがない。男性、 男性です、赤飯は。そうなんだ。飯つながれて、じゃあ一緒に飯行けばいいじゃないですか。もう行ってますな。もう行ってます。結構仲いいです。赤とののね。そうですね、ユニット組みますか、赤とのの。いや無理ですね。無理。企画ライブとかやったらのの飯っていうオリジナルフーズできるね。そうですね、うん、シロもいるんですよ実は。本当に本当にシロ。でもシロは飯が嫌だって言って白米にしてますけどね。そうなんですね。でもそうなんです、いるんですよ。イメージ的にはのの飯ってどう、実際あるとするとどういう飯なんですかね。まあ美味しいんじゃないですかね。美味しい。焼き飯焼き飯かな。でもチャーハンとかよくありますね。分かんないけど。チャーハン好き。チャーハン好きです。でも白い方が好きですけど。白い方が好きなんだ。白い方が好きです。のの飯、じゃあのの飯は白いチャーハン。白いホワイトチャーハン。あ、ホワイトチャーハン。あんま美味しくなさそうですけどね。それ。わかんないな。はい。ということで、じゃあ楽しみですね。はい、本当に名前もこれからどうも変わるか。そしてメガネもね、2種類あるということで使い分けてるんだよね。分けてます。見えないんでこれだと。そっちがどういうメガネなの？これはまあ飾り。飾りみたいな。伊達です。これレンズ入ってないんで。なんでみんなその伊達なの？その丸いの方は。やっぱなんかこれどわりに、そうですね、なんか、うん、これで勉強する気になります。だってもう一個のはガチ、もう一個のガチです。でもそっちの方がだって 視界が広いから、なんかいろんなものがくっきり見えそうじゃないですか。まあ確かに。次のメガネはじゃあこういうのにしましょう。それで土入りで。土入りで。はい、わかりました。なんかすごいね。でも野々飯さんがね、好きなものは何飯ってくるかと思ったらキャラメル巻き跡ってどういうことなんですかこれ。そのおしゃれぶってるんですかこれ。おしゃれぶってはないんですけど、うん、キャラメル巻き跡が好きすぎて曲を作ったんです。今日やってないんですけどね。やってくださいよって話だよね。はい、やってないんですけど、いや本当に30秒ぐらいの曲なんで、うん、ペペって作ったやつがあって。あ、そうなんだ。そうです。それを作ったすぐ後だったんで、まあ、本当に一番好きなものはキャラメルマキアートじゃなくてカニカマなんですけど。カニカマ、カニ、はい、カニ飯でいいじゃないですか。カニカマのいいところってカニになりきれないかまぼこなんですよ。そこが好きなんですよ。あ、カニじゃなくて、なるほどね、かまぼこなんです。飯になりきれないのの飯。そんな感じです。
なるほどね、わかりました。そんな感じ、はい、ということでツイキャスでね結構拝見したんですけれども、はい、今後の活動とかなんか告知とかあれば。はい、一番大きなのが8月10日にお茶の水カカトゥーで、すごい企画があります。中原くんとか、池田海さんとか、直くんとか、あと誰だっけ、あと早手とか、あと野口さん企画あ、違います、橋本さんって人の企画で出るんですけど、はい、あと未来くんとか出ます。すごいもう豪華すぎるんで本当来てほしいな。夕方から夜ですね。はい、すごい。8月10日です。わ、はい、かりました、楽しみにしてます。はい、ありがとうございました。野口さんです。ありがとうございます。